はいみなさんこんにちは岸田と申します本日はコントが始まる第8話のお話をしていければと思っております一応全10話でほぼ確定のようでございますのであと2話というところまで参りました、まあ、セミファイナルへ向けての重要な回という感じでございましたけれども、まあ、今回も非常に楽しく鑑賞することができました え、本日全部で7つお話しさせていただければと思うんです。けれども、えー、とまずですね。4人目のマクベス車じゃなかったという話からさせていただきたいと思います。前回まあ、結局、しゅんたのあの車がですね。マクベス結成してとか、ま3人体制になってからまあ。車は非常にそのまあ思い出の。 え方向であるとなので車をその売るときにですね、まあ、特にハ,あのハルトがですね感情移入してその車に感情移入するとは思わなかったって,って涙を流したりとかこいつ4人目のマクベスなんじゃみたいなんだなんかもみたいな感じでですね、えー、言っていて、まあ、そういった意視聴者も非常に感動したんですけれども <laughs>。あの こっちだったと。4人目のマクベスはこっちだったという感じでございました。あの、ネタ的に言うから、なん、ずっとずってずっこけるような感じでございましたけれども、なんだ4人目のマクベス車に取られるとこだったじゃん、みたいな感じで。結局、マネージャーのですね、ッ、まあ、クスノキが、仲間の友達が演じるクスノキが、えー、4人目のマクベス的な感じでですね、活動していたという、その裏側が描かれました。結構、その今まで、あの、え、公演来ないんですかって言ったら、俺はいろいろあるからさ、みたいな感じで、えー、まあ、言っていました。で、 マネージャーっていう業務は私ね、あの本業がその映画メディアの編集長なんであの私にマネージャーなんかいませんけれどもそのマネージャーさんとやり取りすることがめちゃめちゃいっぱいあるわけですよでマネージャーさんって結構その複数の,あの俳優さんとか掛け持ちされてる方が多いです、まあ、言うならば結構20代の若手の俳優さんとかだとあの全然主役というかあの名前を言ったら多分多くの方があのご存知の俳優さんとかでも の二人のマネージャーが同じとかね、もちろんその複数いるとは思うんだけれども、全然あり得るんですよ。なので、その、お俺はいろいろあるからさって、例えば他の業務で忙しいのかなって私勝手に勘ぐってたんですよ。その、中途半端な業界知識もあって。 なんですけれども「その俺もいろいろあるからさ」っていう言葉の裏にはその公演やっている裏でそのチラシを配ったりとか使ってやってくださいみたいな感じでまあ,あのドブ板営業っていえばいいのかなまあうちに足つけていろんなところに頭を下げていたってことが今回描かれましたこれは感動的でございましたね。 多分それを、えー、予測されていた視聴者の方も十分いらっしゃると思いますので私はその中途半端な知識が邪魔して全然そこに要はあのー、そういう思考に至らずにですねまあまあ売れない芸人だったらそりゃ他の、ま、仕事の方行くよなみたいな勝手にそうって片付けちゃってたんですけどまあ、すごく誠意を持って、えー、マネジメント業務をしていたということが今回描かれてとても感動的でございました。まあ、ねあのー 潤平が言っていたその4人目のマグベス車に取られるとかってはっはっはっみたいなのが面白かったですけれども、まあ、そういった形で非常に、えー、面白かったところでございます。で、まあ、そんな楠木があのもう最後の、ね、解散ライブの時に、えー、ネタ順ねお礼はこういう順番がいいと思うんだけどって、まあ、参考程度にと。 自分たちで、えー、最後は相談して決めていいよと、別にこの通りやれっていう意味じゃないけれどもねって形で、えー、渡したネタ順がですね、ちょっと場面写真ないんで、フ、え、ル、ー、からの拝借で恐縮なんですけれども、えー、スクリーンショットを撮らせていただきました。順番に見てみましょう、まあ、全部で10個のコントになるんですけれども、水のトラブル、屋上、奇跡の水、捨て猫、カラオケボックス、金納の,王の銀狼の,王の無人島、ファミレス、結婚の挨拶、そして最後は新ネタでどうかなと。 ような形でございます、まあ、勘のいい方はえ普通にですねリアルタイムでご視聴している際にえ勘づかれたと思いますけどこれドラマの第1話、第2話、第3話、第4話、第5話、第6話、第7話、第8話今回のまあ第8話ですね、来週第9話のタイトルは結婚の挨拶でございます。なのでそこがリンクしているんですよ。素晴らしい。だからこそ あのまあ、ドラマの世界の中でもね多分ハルトがこれでいいと思いますっていうふうに言って言ったんだけどもそれは別に妥協でも何でもなくて多分自分たちマクベスのみんなもこの順番がふさわしいだろうっていうふうに思っていたってことなわけですよ感動的すーげえ感動的って形でですね非常にこううなる本当に伏線回収のドラマだなというふうに思いますで まあそんなマネージャーの話が続いてきましたのでじゃあちょっと紬ちゃんの話に移っていければと思うんですけれども紬のマネージャー基礎の話も今回良かったですね結,局その結構その紬ちゃんではしっかりしているようで、まあ、やりたいことが見つからないってこともあるんですけど割とのらりくらりとまああのねいろなところで仕事を結構、えー、やって <coughs> やっている部分っていうのがあるんですけれどもでそれに対して、まあ、リホコに対してまあ マネージャーみたいな仕事がしたいんだよねみたいな形。野球部のマネージャーもともとやって、伝説のマネージャーって言われてたぐらいなので。ってなったら、だったらマネージャーやればみたいな感じになって、で、結果的にそのクスノキにですね、まあ、相談して、まあ、芸能事務所の、えー、マネージャーを受けることになりました。で、なん最後の会話なんか、クスノキとリホコのファミレスの会話を見ていると、もう働くことになったんだと思いますけれども、 そういった形で結果的に転職を見つけることができたというような感じで描かれました結局このドラマっていうのはあのマクベスの3人プラス、えー、中浜兄弟姉妹のこの5人が、まあ、人生において言うならばあの日の目を浴びていないと。 良子はもともと生きる企業で働いていたけれどもまあ病んでしまって辞めてしまって結果的にはまあ今アルバイトをしているとでのらりくらりとしているとでマクベスの3人はまあ結果的にはえお笑い芸人としては大成せずにというような形でございますのでまあそういった日の目まあ要は成功をえ勝ち得ていない若者の物語ですけれどもまあ成功って言ってもその定義っていろいろあるじゃないですか別に有名になること人気になることが成功 あのね、あの成功というわけでもないですし将来の夢が仮にですけれどもなんか非常に小さなものであってもそれが叶えばそれは成功だと思いますのでその代償というのは人それぞれあると思うんですけれども、まあ、言うならば。 あの日の目の浴びていなかったけれど紬は割ともう今回の一件というか、えー、マネージャーになったことによってですね、まあ、一歩を踏み出した未来への、えー、ポジティブな着地を、まあ、今回もすでに見いだしたのかなというふうに思いますもちろん俊太との恋愛がどうなるかとかあの恋愛っていうのは、ね、一山二山もありますのであのそれは分かりませんけれども。 まあ一応、一歩抜けたのかな、一歩抜けたってあの、勝負的な意味じゃなくてね、あの着地点にえ抜けたのかなというふうにえ思いました。つむぎちゃん、非常に最後の,あのご飯要は仲直りね、中間島、最後、仲直りできませんでしたけれども、あのご飯と手紙を置いてお姉ちゃんに置いてって,て、まあ、お姉ちゃんも、美味しいよ、つむぎみたいな、もうね、りほこはあの情緒不安定でございますので、あのそういった感じのちょっと笑える部分とかもありましたけれども、まあ、つむぎちゃん、非常にあの今回。 あのしっかりしてる一面っていうのと良、えー、かったねというふうに思う部分がございました。で、えっ、ー、と、りほこの志望動機がですね、りほ子は相変わらずちょっとまあいろいろとね、あの人生に迷ってる部分っていうのはありますし、マークベスの会社のライブも近いので、情緒不安定な <laughs> 部分はありますけれども、りほ子は一応、その会社に、えー、面接に受けに行くってことになりました、要は社会人としての、えー、復帰をですね、模索している状況下に今、ございます。で すごく今回ハッとしたというかあ素敵っていうふうに思ったのがリホコが今度,今度受ける、まあ、受けたとか受けた会社に何で受けたかっていう、えー、理由ですねこれまあつむぎちゃんの理由もそのほらお姉ちゃんに言われたからっていうところとマネージャーの仕事がしたいっていうので、まあ、非常にそれはそれでシンプルで分かりやすくて明快でよかったんですけれどもあの受付にいけばなが、えー、あったとそれで受けることにしたと。 えっていう風になりますよねそれだけ聞くとだけれどももともとお花がね、えー、に詳しくてっていう中においてあこの会社にはそのお花に対して大切にしてくれる人がいるんだっていう要は、えー、思考になって会社に対して好感を持つことができたというような形で志望することにしたっていうのはこれすごく素敵な理由だなと思いましたもちろん仕事でどういう仕事をするかどういう会社を受けるかっていうことに対して もちろんその何て言うんですかね綺麗事だけで済ままないことってのはありますよその理想だと思って入った会社でね現実を見てあの失望することなんて社会人なんていくらでもあると思いますけれどもでもそのお花をねその大切にしてくれる人がいるんだっていうので。 すごく盲点というかやっぱり人生ってこれ別のドラマのあれですけれども生きてる人は幸せをね目指すべきっていうか幸せに生きる権利は誰にもがあると思いますのでまあちょっと大ま豆ととここのね話でございますけれどもっていう部分がありますのでやっぱりその幸せに仕事もね一つ、えー、選ぶという上においてはそういったあの自分の好みというか感性とマッチする会社を選ぶっていうのは すごく素敵なな判断指標だなっていいう,うに思いましたどうしてもねやっぱりこう特に転職とかになるとあの前職との比較であるとかそういったことをしてしまうのでやっぱりねあの待遇面、ねまあ、給料であるとか、えー、残業に関する取り扱いであるとか、まあ、今のこういう時代だとリモートできるできないとかね、まあ、いろいろとそういった、まあ、利害の部分っていうかうどうしても考えてしまうけれども感性の部分っていうのを、えー、志望動機としてあの 抑えるっていうのはすごく素敵だなと思いましたもちろんそんなことをその要は面接とかでね現実世界で言ったところでそれはプラスの過程になるかっていうとちょっとそれは定かではないですけれどもでも心の奥底でこの会社は好きっていう思う理由として池花があが入り口受付にある素敵マジで素敵だなっていうふうに思いましたあのー、あれですよね「ルノーニケンシン」の「ザ・ビギニング」見た方いらっしゃいますよこの動画の中で。 もうねあれの有村架純さんがめっちゃ美しくてめっちゃ切ないんですよ。で、りほコもちょっと、ちょちょ,ちょ,ちょ,ちょ不安定だけれども、りコはあは、のー、なんて言うんだろう、ほっとけない儚さがあるじゃないですか、このりほコっていうキャラクターっていうのは。なんかね、もうね、全然違うキャラなんですよ、全然違うキャラなんだけど、あのー、もう2つのドラマが相まって、あと、ああののほらあの増田将暉さ,さんと一緒ですけど、あの今年のね、あのー 1>, 1月に公開された花束みたいな声をしたもそうですけれどももうねあの有村架純の印象爆上げモードに私の中で入っているのでいやなんかねそれもあってリホコのこのちょっと情緒不安定な感じとかもほっとけないって感じはなんか素敵だなというの思いますよねいやもうこういうこういう人は付き合ったら大変だなと思いますけど、ね、まあまあその話は置いておきましょうはいお前は何を言ってんだって話ですよねはい次行きましょう あちょっと今勘違いしないでね、こういう人はってのは中浜里穂子って意味ですかね有村架純さんの話じゃないかね。はい、まあまあまあ、早速ぎいきましょう。はいで、えっ、ー、とぺ平の話に移っていければと思うんですけども、頭を下げることノーということとということなんですけれども、あのぺ、ー、平がねちょっと場面写真ないんであれでしたけれども、まあ、実家の酒屋を一応継ぐ決断というか、まあ、一応その方向性になりましたよと。 で父親にね、その酒屋の仕事なめんじゃねえぞと、今、その、まあ、要はアマゾンでもねコンビニでもどこでもお酒が買えるこの時代において、酒屋から酒を買ってもらうっていうのは信頼がなきゃ、えー、できることじゃないといういやお得意さんとかが中心にね、あの重宝してもらって、えー、それによって利益っていうのが成り立つってところがあるので、なめんじゃねえぞみたいな感じで言ったときに、まあおあの、おじいちゃんの世代からねずっと頑張ってきたところを守るために、まあ、それらのそういう。 えー、対人スキル含めていろいろ学ばせてくださいよろしくお願いしますって、まあえー、父親に頭を下げましたで、えっと、う私の家は割と平和な家で父親と隠しとかないんで別にあれなんですけれども、まあ、こういう感じの家でああいう父親に頭を下げるって、まあ、なかなか勇気のいることだしあの大人じゃないとできないと思うんですよねなので大人って思考が大人じゃないとなのでわら ボロカス言われるることもあるからだけどもそこでその頭を下げる必要な時に頭を下げるっていうのは結構最近ほらあの分かんないよ私の周りだけかもしんないけど謝んない人っているじゃないですか何やっても謝んない人、まあ、政治家にもいるけどね、まあ、まあいいやその話は今、まあい,まあ、いるじゃないですか謝んない人ってだからそういう人とかに対してモヤモヤすることがある中において。 ちゃんとその謝るわけじゃないけれども、頭をこう、ね、よろしくお願いします、避けた、純平、すごく、えー、かっこいいなと私個人的には映、えー、りました。と同時に、もう一個書かせていただいたんですけれども、逆にその、謝りすぎちゃう人っていうのもこの世にはいるんですね。私がね、割とそのタイプなんですよ。こう、なんて言うんだろうな、責任を取ることに対して躊躇はないタイプなんですよね。だからその まず,まず謝るっていうようなタイプなんですけれどもでも謝る人っていうのは時にこう押し切られてしまうこともあるのでそういう人は謝れない人が時折頭を下げる効果と同時にいつでも謝ってしまったりとか人に気を使いすぎてしまう人っていうのは逆に時折ちゃんと脳という、まあ、勇気というかそういったものは持つべきだしそれでこそ何て言うんだろうなあのこの人は何を考えてんだろうっていうのがまあ明確化する部分っていうのもありますので対比じゃないけれども。 頭を下げる勇勇気気のという勇気これはまあ大人としてね必要なスキルですしまあその判断っていうのは見誤ってはいけないと思いますけれどもまあそこがすごくなんか父親に頭を下げるだけのシーンでしたけれどもまあその後ほらお姉ちゃんとトラック乗ってる時にね立派だったよって言っていたシーンとかもあってなんかすごくジーンとくる部分っていうのが私個人としてはありました。 という形で、まあ、徐々に徐々にですね、まあ、今回、つむぎちゃん、そしてぺ平と、えー、まあ未来や足をまあ歩み始めている部分が、えー、あるわけなんですけど、りほこも一応、その面接の件もあります。だから、ちょっとやっぱりハルトだけ少し、えー、取り残されているのかなっていう部分が、えー、ありますよと。で、まあ、それぞれの未来っていうのは、もうここまで来ましたので、あと2話ね、一応、そのほら、さっきのコントの順番のあれで見ると、全10話で、今回8話だから、来週、再来週で。 えと最終回になるわけでございますけれども、まあ、ここまできたらマクベスがどうやったら解散を回避できるか否かっていう部分の着地点ではないと思うんですよね。基本はあの解散するかしないかはある意味重要ではなくて解散ライブを得てその後どうなんのみんなの未来はっていうところが結局注目ポイントになってくると思うんですよ。 で順平は、多分来週ね、もう一もまだ順平あるんですよ。要は、あの、ほら、彼女の,あの父親に来週挨拶行くようでございますので、まあ、その件があるので、まあ、そこで着地と。で、俊太はね、これ以上どう描かれるかっていうのは分からないですね。紬ちゃんとは一応お付き合いし始めているということで、えっと、まあまあまあ、OK という形ですけれども。 プラスアルファで、まあ、ほら、まあ、お母さん亡くなっちゃって身寄りもいないと思いますので,で焼き鳥屋に多分そのまま社員になるというかあの父親だと思えって大将が言ってくれてますのでそういう方向だと思うんですけどやっぱり注目点はハルトに、えー、なってくると思いますので、まあ、それぞれが未来にポジティブな、あのー、一面を、ね、今後作り上げることができてそこに向かえるんだったらいいのかなというふうに思いました。 まあだから今回、潤平の、潤平そのほら来週ね、その父親に挨拶するっていう一件のまだハードルはあるけれども、今回だとそのほら、お姉ちゃんがね、マクベスやっててよかったみたいな、マクベスやってた甲斐があったねみたいな感じで言っていて、それはそんなわけねえだろうみたいな感じで言っていたけれども、そういう感じ、その、この10年、お笑い芸人を続けてきた10年っていうのが、確かにそれによってこう、目は開かなかったというかね、人気芸人になることはなかったけれども、でもその10年がかけがえのないもので、 時にすごく論理的じゃなくてもあの頃あれをやっといて良かったって思える思えたら多分この10年って成功なんですよね。だからそれって多分あの一般人である我々で要は芸能人じゃない人間も同じだと思っていて例えばまあ、私の動画って視聴層結構上というか30代以上の方が8割以上なんで。 まあそれ私より年上の方が基本多いという認識なんですけどまあ34なんですけどっていう風になるとやっぱ20代の頃にした仕事その他における失敗っていうのは失敗だからその時怒りであるとか失望であるとか後悔であるとかっていうのはあったかもしれないけれどもでも 今振り返ったときに、例えばなんか、40代、50代になったときに大きい決断をするとか、もしくは仕事でね、いやあのは大きい山を越えることができたとか、そういったことがあったときにあ、20代のあのとき頑張れたからとか、あのときあんだけ悔しい思いしたから、今回は冷静でいられたとか、そういうふうに振り返ることってあると思うんですよ、34歳の私ですらありますからね、20代の頃ちょっと仕事頑張っ,あの頑張ったりとかね、あのちょっとあのバカにされた経験とか、でもそれによって、ほら、今は、あの、 よほどのことがない限り冷静でいられるとかそういったこととかってやっぱ人生の人生によってやっぱ失敗って大事だと思いますのでこのマクベスはえっ、ー、と一応現状としてはねまあお笑い芸人として成功しなかったまあ言っちゃいましょう失敗だとじゃあその失敗が将来の何かに役に立てば失敗は成功に変わると思いますのでなんかそういう未来をですね来週来週ある程度のものが解決した上で最終回でぜひですね えー、見て,て欲しいなと思うんですだから私が最終回に望むもの、い、まあ、視聴者の望むものをここでプレゼンしたところであれですけれども、私が望むものとしては、ただただシンプルに、最終回を見た後にいいんですよ。マクベスは解散していいと思うんですけれども、みんながこう、なんていうの、ブラボーって言えるです、ね、総会にこうなんていうの笑顔の卒業式みたいなです、ね、最終回を見れたら、私個人としては嬉しいなと思いますので、皆さんはちょっとどういう,うに思っているか分かりませんけれども。 と同じように考えていらっしゃる方もいらっしゃると信じて、えー、次というかですね最後来週どういう話になるのかっていうのをちょっと見ていければと思います。 はい、第9話ちょっと長いですけれども読み上げてみましょう、えー、無事にリオ子の就職先が決まり夏美と共に就職祝いをするマクベスの3人会話の中で夏美の実家への挨拶のことを尋ねられる順平そんな順平にはずっと心のしこりになっていることがあったそれは夏美の元彼氏ユーマの存在だったそしてその関係のこじれはあるハルトに対してずっと抱いていた思いに関係することがありなんでしょうね、えー、一方ハルトは引きこもりを出して印刷会社で働くようになった兄と再会する手を差し伸べてくれた人を満足させるために頑張ってみようと決 という決意にハルトは耳を傾けるそんな中淳平はついに夏実の実家へ挨拶へ一見柔和ない笑顔で現れる夏実の父田がこれ、えー、とダンダンさんが演じるようでございますけれどもそしてハルトとシュンタは高校の担任真壁の家にバーベキューに招待されると。 2人は真壁の息子太一から夢についてある問いかけをされる人生の勝ち負けとは夢に敗れた若者たちの最後の瞬間は思いもしない色彩を帯びるここに初めて垣間見える彼らの本音があるということなのであのこれは、ね、褒め言葉としてですけど毎回あのコントの伏線があるのであらすじ読んだところであんまり <laughs> よく分からない,という部分があるんですけどとりあえず来週は淳平が、えー、夏海の、えー、家に挨拶に行くで春とは、えー、お兄ちゃんが再生したので。 まあそれに対しての話で多分自分自身どうしようとうう思う部分っていうのがあるのでしょ、まあ、そこが一応え来週は中心になるんじゃないかなというふうに思いますという感じでございますまあですので、まあ、このドラマはやっぱり脚本の巧みさと、まあ、ドラマを見た上でまあ、まだ人ははまんないと思うんですよ視聴率も良くないのでねはまな人はハマってないんだと思うんですけれども多分ここまで見続けてる人っていうのはドラマが面白い脚本がすごい伏線がすごいっていうふうに思うと同時にどこかひと事ではない なんか自分自身の物語として見,られ見ている方もしくは自分自身の昔を思い出して、えー、見ている方とかもいらっしゃるんじゃないかなという,ふうに思います。私は割とそういう、えー、口で見ておりますので、もうぜひ最終回、先ほど申し上げたように、ですね、あのー、卒業式、笑顔の卒業式みたいな、えー、最後の卒業式、あのー、最終回をです、ね、見たいので、来週はまだセミファイナルで最終回ではないですけれども、えー、残り2話、えー、動画でも追っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。